埼玉県にある三好の神社は通り安世の発祥の地とされています。なのでこの道が天神様の細道になります。他にも発祥の地とされているところはありますが、今回はこの神社の通り安世を探ってみようと思います。通り安世の歌は江戸時代にはすでにあったと言われている。なんだかオカルトっぽい形に解釈されることもあります。例えば行きは良いよ帰りは怖いってところが神隠しだとか、子供の口べらしなんだとか、歌詞もいろんな地域の方言が入っているので怪しいと言われている。ただね、そんな深い意味のある歌じゃないと思うんですよね。歌詞を紐解くと七五三で7つのお祝いでお参りしてますね。七五三が始まったのが江戸時代前期で関東地方だけのものだったようです。なので歌も関東で最初は作られたと思います。多分関所役の2人がアーチを作って歌の終わりにアーチが降りて捕まるというゲームと一緒に全国に広まっていき、各々の地方で独自の方言で歌われた。ただね、現在方言がごちゃ混ぜになっている歌は江戸時代じゃないんですよ。しかも結構最近、現在歌われているメロディーは本居長岡、野口雨情だと言われています。どっちが作ったのかは不明ですが、どちらも童謡作家で明治生まれ、昭和20年に亡くなりました。その際におそらく300年ぐらい日本全国で歌われているので、各地方の方言で語呂がいいのをごちゃ混ぜにして作ったんじゃないかと思うんですよね。別に根拠はないんですけど。この三好の神社は江戸時代以前からありました。川越城も江戸時代以前からあります。太田道館が築城する際に三好の神社は城郭内に入ってしまいます。まあその頃は通り安世の歌はまだないのでどうでもいいです。江戸時代になって川越藩ができて、1639年に松平信綱が城主となり大拡張工事が行われました。松平信綱は玉川上水や伸び止めなどインフラ整備をしたとっても素敵な人です。ちょっと話がそれたので戻します。川越城の城郭が広くなり、警備の目もあり、城郭内の三好の神社に行くことが難しくなります。さらに1656年に徳川家綱が松平信綱に江戸城二の丸、東照宮本殿を移築しろと言われて大改造を行っちゃいます。もう一般人が気軽にお参りに行けるような感じじゃなくなっちゃいましたね。ただ絶対に入れないわけではなかったです。その頃は関東で七五三がポピュラーになってきている頃です。古刹の三好の神社へ参拝希望者も増えたでしょう。しかも江戸城にあった東照宮があるんだから。でもね、三好の神社は七五三の参拝はスムーズに行えたようです。推測ですが松平の仏が許可したのではないでしょうか。多分この辺りが御用のないものを当社するというところな気がします。七五三の参拝という用事があるので通してくれたのでしょう。行きはよいよい帰りは怖い、この部分も口べらしのために殺すとか言っちゃう人もいたりしますが、子供が病気で亡くなることが多い時代、しかも7歳まで成長した娘を殺しはしないと思います。まあ売っ払っちゃうことはあったと思いますが、でもこの歌詞はそんな怖い意味ではなく、7歳の娘を連れてお参りに遠くから来たので帰りは子供がぐずって大変とか、そんな意味なんじゃないかと思います。オカルトっぽい要素はないんじゃないかな。